皆さんこんにちは。今回もエメラルドの世界を、虫ポケモンたちと旅をしていきますよ。前回はどうにか、父親を縛いたところまでですね。今回はその続きからやっていきたいと思います。あ、そうそう、完全に私事で恐縮なのですが、この動画から先が、ダイパリメイクドーブルの編集後に、作られた動画となっています。喋り方が少し変わっている場面があるかもしれないですが、編集するソフトが変わっているという感じですので、ご了承ください。参拝ちゃんがメロメロを覚えたがっていますが、いわゆるインチキ技側だと思うので、覚えさせずに行きますよ。というか単純に、回復薬を縛っている状態でのメロメロは、あまりにも使いづらいと思いますね。参拝ちゃんの耐久と相まって、試行回数を稼げないでしょうからね。そしてヘドロ爆弾を入手したということで、クララちゃんに覚えさせますよ。これがおそらく、クララちゃんの最大火力になると思います。通りはいまいちかもしれないですが、やはり高威力のタイプ一致技は、抱えておくべきでしょう。ひとまずメザパはもう、いらないですかね。ヘドロ爆弾の方が完全に、上位互換ですしね。おお、光の壁、いいっすねー。いよいよ毒ケイルらしい技を覚えてくれました。さすがにもう、吹き飛ばしはお役御免ですかね。笑顔のクソ親父戦では大活躍、これがなければ未だにあやぴか運ゲーをしていたかもしれんレベルでしたが、最近は全く使わなくなっていますからね。ここらが忘れどころですね。というわけで、なぎさんのところまでやってまいりました。道中のトレーナーがダブルバトルばっかりで、フートランのジムに迷い込んだのかという風に、錯覚するレベルでした。エメラルドにマイナーチェンジするときに、大量にダブルバトルをする機会を、増やしたという感じですかね。なぎさんは飛行タイプ使いということで、一見苦戦しそうだと思われるかもしれないですが、ここは間違いなく、楽勝で勝てると思いますね。フラグとか、そういうやつではありません。参拝ちゃんはメザパ電気を抱えていますし、レイナちゃんも10万ボルトを持っていて、大谷は岩石封じを持っていますからね。特に大谷の岩石封じは、タイプ一致で打てるということで、ガチで負けようがないと思いますね。おう、見せてみやがれってんだ。得意なはずの虫ポケモンに手も足も出ず、無力さを感じ取るがいい。というわけで、なぎ戦です。相手の初手は、チルットですね。これは多分、劣化しているんじゃないでしょうか。ルビサファの時は初手からオオスバメを出してきて、影分身連打マンでしたからね。それに比べれば、だいぶ優しいと思います。よすよす。これはだいぶ有利な状態ですね。相手からの攻撃は26ダメージ、確定4発ですし、こちらからの攻撃は、確定2発ですからね。マジで冗談抜きで、負ける要素がないわこれ。2体目は、トロピウスですね。これは好感触ですわ。ルビサファを遊んでいた時は、トロピウスも飛行タイプなのに、何をエアームドを入れとんねん、などという難癖をつけたりしていましたが、ちゃんとトロピウスを入れるようになっているみたいです。しゃあないしゃあない。参拝ちゃんは珍しく、よくやってくれたと思いますね。大活躍と言えるんじゃないでしょうか。一匹あたり、2体弱持っていければ、頭数の面で、敗北することはありませんからね。ここはクララちゃんに任せて、タイプ一致ヘドロ爆弾を撃っていきましょう。クララちゃんを出すタイミングとしては、ここしかないような気がしています。せっかく光の壁を覚えてくれたんですが、この時代の飛行技はすべて、物理技ですからね。光の壁を張る理由がないのです。ですので今回はクララちゃんには、アタッカーとして頑張ってもらわなければならないのですよ。あれ、これってひょっとして、完璧に受けられちゃってます？ダメですねこれ。最初は乱数かと思っていたんですが、ギリギリ確定3発っぽいわ。これはもう、光合成の PP が切れるまで、ひたすらヘドロ爆弾を連打し続けるしかないでしょう。さ、素晴らしいぞ。ギリギリ受け切られていたところを強引にこじ開ける、これがヘドロ爆弾の強さですわ。
オケオケ。少し時間がかかってしまいましたが、無事トロピウス突破です。3体目は、ペリッパーですね。これってひょっとして、オオスバメ大先生、クビになっちゃってます？もしそうなのであれば、相当こちらにとって有利だと思いますね。一番警戒していたのが、オオスバメの影分身による発狂でしたからね。それがないだけでも、だいぶ勝利に近づけていると思います。ひとまず PP がなくなるまでは、ヘドロ爆弾を連打するしかないですかね。あっぷねえなおい。どいつもこいつも混乱をばらまこうとしやがって。お前らがやっている混乱は薄汚いんじゃ。うちの日の丸のような、綺麗な混乱だけがこの動画では許されるのだよ。わかったか？相手がペリッパーを出してきているということで、10万ボルトで4倍弱点をつけるレイナちゃんに、交代してみました。4倍弱点は、つけるときについておくべきですからね。というわけでまずは、アンコールからですね。ルビードーブル縛りの時に、この世代は守るをアンコールすると、あ？あれ？普通に守るが決まってるやんけ。確かに当時のルビードーブル縛りのコメントでも、守るをアンコールして機能停止にできるのはルビーだけ、エメラルドは通常通り、みたいなコメントがあったんですが、本当にその通りだったわ。鼻ほじりながら、ほえー、そうなのかー、という風に、話半分でコメントを見ていましたが、本当にその通りだったわ。とかなんとかだべってる間に、気づいたらペリッパーが消し飛んでますね。本当に宣言通り、余裕のよっちゃんですね。今まで戦ってきたジムリーダーの中で、一番弱いレベルかもしれんわこれ。お次は、チルタリスですね。おそらくこのチルタリスがエースポケモンだと思うので、ここは泥棒をして、アイテムを奪っていきましょう。そのためのどうなっとんねんこれ。一瞬目を疑ったわ。このご時世、おれんのみってなんやねん。こんなところでケチってないで、お盆のみを持たせてあげなよ。さすがに不憫すぎるだろこれは。ここは正直、悩みどころさんですね。先ほどの泥棒でのダメージ量的に、10万ボルトを打ったとしても、あまりダメージは通らないでしょう。というわけで無駄な抵抗はせず、ここは素直に願い事をし、後続をサポートする動きをしてもらって、レイナちゃんは退場ですかね。ここはやはり、タイプ相性のいい大谷でしょうね。岩石封じの命中は不安定ではありますが、大谷が適任だと思います。レイナちゃんが願い事をしてくれたということで、実質的に次に受けるダメージは、ほとんど帳消しになりますからね。そのタイミングはやはり、助っ人外国人の大谷に任せるべきでしょう。メザパなんか打って、遊んでる場合じゃなかったわ。メザパドラゴンの生かしどころだと思って、しめしめと思って使ったんだと思いますが、完全に遊んでるようにしか見えんわこれ。やはり、タイプ1岩石封じを打つしかないですわな。ずっよ、思った以上に通ってくれてるわこれ。正直大谷は、相当頼りになりますね。この時点ですでに大物感が出ているのに、アーマルドになった暁には、一体どうなってしまうんでしょうか。マジで大谷と愉快な仲間たちになっていくかもしれないですね。しっかりと、確定2発ですね。岩石封じは命中 80% と、若干命中不安な技ではあるのですが、そこは大谷の向上心の高さ、プロ意識で、なかったものとしてますね。本当にどうなっとんねんこのゲーム。ここでヤームドが出てくる意味は、ガチでなんなんだよ。本当にこいつ、自分が方園地方からデビューしたポケモンだという風に、勘違いしているレベルだろ。エースポケモンずらして出てくんじゃねえっての。出てくるにしたって、途中で出てこいや。ラス1で出てこないでくれ。エアームドに対しても、岩石封じがよく通ってくれますね。確定4発くらいのダメージ感であれば、十分と言えるんじゃないでしょうか。もっと食らわないもんだと思ってましたからね。大谷、お疲れ様や。十分すぎるほど、仕事をしてくれたと思います。残りのメンツ的に、若干苦しい戦いかもしれないですが、あれだけ削ってくれていれば、あとは総力戦でどうにかなるでしょう。というわけで、行ってこい、ハヤテちゃん。相手が防御のエキスパートなら、
その後自慢の防御力を嫌な音で下げてしまえばいいのですよ。砂かけってお前。この後に及んで、運ゲーを仕掛けてこないでくれ。嫌な音一回程度では、まだまだ並程度の耐久力は持っていそうなので、さらにもう一度、嫌な音をしておきますよ。これで盤石の布陣ではないでしょうか。勝っていな、おい。4段階下げてもこれ神かな？ここでもう一度動けるというのは、相当大きいです。ハヤテちゃんの秘密の力が、一番火力を見込めますからね。はよゆう。マジで、負ける要素がなかったですね。あまりにも度安定すぎて、動画としてどうやねんという気もしますが、それはオオスバメを首にした、ナギさんに言ってくださいませ。というわけで、これまでにないくらいの余裕の勝利で、ナギさん突破です。よかったよかった。というわけで、若干短めではありますが、キリもいいので、今回はここまでにしておきましょうかね。ご視聴ありがとうございました。やったぜ。女の子の連絡先は、なんぼあってもいいですからね。サンキューフォーウォッチング、いろいろやっとるでー。次回も見てくれよなー。